巨人、坂本勇人のビギにファンが沸いている。東京ドームで行われた阪神戦の9回、内の安打性の当たりを体を1回転させながらアウトにする攻守を披露。うんま、まだまだ守備は衰えぬ、さすが神と SNS 上で称賛の声が送られた。攻守が飛び出したのは4-3と1点リードで迎えた9回だ。走者を誰も出したくない状況。 先頭の阪神、大山祐介内野手が放った打球はボテボテながらも三遊間に転がり、内野安打になってもおかしくない当たりだった。しかし、坂本は、シングルハンドで補給すると、体を1回転させながらビュンと一塁へ送球。ワンバウンドながら岡本和真内野手の候補もあって大山をアウトに仕留めた。ダズン公式 X、旧ツイッター、が、 華麗に回ると題して坂本の攻守を公開すると、ファンも続々と反応。守備に不調はない、守備範囲が広すぎる、これよこれ坂本は神なんよ、ファンに見せるプレーだね、ジャイアンツの内野陣強すぎと絶賛の声が送られた。今季は64試合で打率226、オプス棒7 0と打撃は低調。6月26日に抹消され、 最小確後の3試合は8打席無安打と当たりは出ていないが、セーバーメトリクスの観点からプロ野球の分析を行う株式会社デルタのデータによると、守備全般での貢献を示す UZR では17日時点で両リーグダントツ1位の8.4をマークするなど、変わらぬ存在感を発揮している。データ提供、デルタ2011年設立。 セーバーメトリクスを用いた分析を得意とするアナリストによる組織、書籍、プロ野球を統計学と客観分析で考えるデルタ・ベースボール・リポート1、3、水曜社間、電子書籍、セーバー・メトリクス・マガジン1、2、デルタ間、メール・マガジン、1.02ウィークリー・レポートなどを通じ野球界への提言を行っている。 集計・算出した守備指標 UZR や総合評価指標 O などのスタッツ、アナリストによる分析記事を公開する1.02エッセンス・オブ・ベースボールも運営する。